おはようございます。メガカスのヤーマンです。ちょっと前にこのスタイルで闇落ちをしたメガカスのね、日常みたいなものを撮らせていただいたんですけれども、覚えていますでしょうか。決して闇落ちしたわけではございません。今日はですね、1から3年ぐらいこう波がこうあって、そういうまあちょっとうつ病みたいな感じの、そうこう気持ち的なこう病なものだと僕は思ってるんですよ。僕の時はそうだったんですけれども、一番支えてくれたのが、まあ、父親と母親だったんですよね。俺本当にね、こう今思うと本当に恥ずかしい話なんですけど、29歳のおっさんがですよ、母親と一緒に寝てた時があったんですよ。誰かが近くにいないと嫌で、ずっとね、母親がこうね、私がこう泣いている背中をですね、こうさすってるという、普通に社会人にもなって、母親と父親にこんなに心配させてしまったんだなっていう自分がいるんですよ。なので、まあ、父親と母親は本当にね、こう僕の中では大切にしている存在なんですが、今日はですね、久々にですね、父親と母親に恩返しをしたいなと思っておりまして、旅行に連れて行こうかなっていうので、行きたいねって言ってくれたんですよ、父親と母親が。これ珍しいなということで、今回は石川県の方にね、連れて行こうかなと。もしかしたら、姪っ子とかも一緒に行くかもしれないんですけれども、久々に父親と母親に恩返し、旅行行っていきたいと思います。ちょっと動画にして、かかった金額をパチンコで回収したいという企画でございます。さらさらっと旅の動画、父親と母親顔出しできませんし、ちょこまか撮れたらなと思っておりますので、そんなに長くは撮れないと思います。本日も応援よろしくお願いします。とりあえず石川に行って恩返し、そしてパチンコで勝つ。行ってきます。うまいもの食ってきます。おはよう。いい写真が撮れそうですね。今日恩返し。何の恩返し？あの日頃の。鶴の恩返し。いや全部の恩返し。もしかしたらこれからもうあの最後の恩返しの旅行になるかもしれない。はい、よかったわ、台風もね、見に行ってくれる。そうですよ。じゃあお願いします。はい。じゃあ行きますよ。はい、チーズ。いいですね。兼六園に着いたんですけれども、なんかうちの父親と母親のラブラブでですね、2人で兼六園歩きたいって言われて行っちゃいました。なんかただ足になっただけみたいですけれども、これも恩返しということでいいんじゃないでしょうか。どう？すげえ。あ、勝手に開いたで。父どうするラブラブや。こんないい部屋だったのか。よかったね。チェックインしました。いや、ゆっくり過ごしてください。おいしい。よかったね。自慢の写真。ということで新潟に帰ってきました。うちの父ちゃんも母ちゃんもむちゃくちゃ喜んでくれました。パッパッパッとしかね撮れてないんですけれども、なんか改めてなんかやってよかったなって思いました。親がね、こう元気なうちに連れて行ってよかったなと思う。70過ぎてるんでね、こういうね動画をやってなかったらやっぱ連れて行く機会とかもなんかねやろうかなとか思わないんで、これもね一概にみんなが見てくれてるおかげだと思います。何を見せられてんだってね思った皆様もいると思いますけれども、ということで平日のいいホテルに安く泊まれますようなプランにしたんですけれども、それでもまあ私を入れて移動費と宿泊費の飯代とかで約10万円ぐらいということで、この10万円をこれからメガカスの運と実力と打ちたい台で回収するというこれから企画でございますんで、これをね先に稼いだから育成はできなかったんで、これからぶっ込んで回収していきたいと思います。ガチなんでね、どんな立ち回りでもみんな文句言わないよね。それでは実戦スタートです。スロット見てきましたけど、スロット期待値のある台まだありませんでした。とりあえずパチンコから勝負ということで、こいつしかないでしょう。ドンちゃん、入金。選べるけどシンプルモードで。
さあ始まりましたメガカスの恩返し企画。父親と母の喜ぶ顔が見れました。こうやってまたパチンコで勝ってさらにいいところにまた連れてってあげたい。その前にまずは今回使った分を回収したい。本日も応援よろしくお願いいたします。ちなみにこの選んだ理由なんですけど、信頼の時にいい思いさせてもらったから、今回もいい思い旅行でできましたんで、この台でまたいい思いさせてもらおうという魂胆でございます。ちなみにこれ前回シンプルモードでですね、リーチ目に気づけなかった。それぐらいこれね、真剣に見てないと気づけないんですよ。なのでちょっと気づけるかどうかわかんないけど、しばらくシンプルモードで行こうと思っております。今のはちょっとすごいゆっくりだったけど、これあるぜ。まああるぜだよな、あるぜなんだから。カモン、ホームラン、ここい、ここ7で、カモン、なんでだ、当たりだ当たりだ、おお当たるね、50%取れず。投資7500円。さあ昇格はなし。ハンドルを左に戻ってくれ。1回くらいチャレンジします。2枚目。斜めでシングルテンパ珍しくない？これね、変動2個目なんですよ。1個前のが隠れ疑似みたいになってます。あんのか？はい、やっぱり。さあ斜めから赤ボタン、 OK。よし、やるぞ。まだ12000円。これで入れれば相当アドバンテージが大きくなる。さあここ、この台、ここに全てが詰まっていると言っても過言ではない。産んでくれた父と母に感謝、そしてこれを見てくださっている皆様にも感謝、感謝の気持ち花火にして打ち上げたいと思います。いやいや、ごめんな、パチンカスかやめた、ブタカスだ。行くぜ。全部買えやがれ、ボタンで選ぶぜ。さあチャンスアップ、ないないよ、チャンスアップ。スローでいこう、ハズキちゃんスロー。スローリーシープイズハズキちゃん。おそらくここにビリーがいたらチャンスアップのはず。スローでいきます。前回選んだことない3連だったらおそらく確定。戻ってよ。斜めの方が熱いと思う。いや一番勝負そう。頼む、これ突破できれば今日大幅プラスにできるラッキートリガーです。カモン、終了。嘘でしょ、こんなあっさり。ハンドルを左に戻ってくれ。そこ、あ、今ボーナス一直線リーチ目、やっと気づけた。このいうリーチ目しないと気づけない。もう一瞬遅れであれって思ったわ。これ当たりです。当たるよな、ボーナス一直線はリーチ目だもんな。ありがとう。はい、頼む、50%、ボタンの色普通だけど、なんでだ、ちょっとずつ削られてるけど粘ってます。これでダメなら諦めます。もう満札が財布に入ってません。楽しくて楽しすぎて手が勝手に
初めて戻りやったんだけど、え、なんかあった？リーチ目あった？これ絶対熱いぜ。シンプルボードで右戻り、そういうこと。いや確率通りならこう来るからな。決めるぜ。頼むよ青なんだ。なんてな、なんて、やっと当たったのに。タンスくださいよ。ちょっとここから流れ変えるために金堂モードでいきます。先読みチャンス、ライブも。ちょっと待てよ。来た。ただ先やボタンプロった。先読んでないと思ったけどボタンブルはカスタム入れてます。これともこれかやっぱこれだか。いやーダブル鉄板だけど7点が欲しいの。7点が7が欲しい。嬉しいんだけどここまで熱くなったから決めるぜ。普通のボタンよっ。やるぞみんな。さあみんな、メガカスタム、ギガカスタム、テラカスタム、ベタカスタム、ユタカスタム、全部今日は使わないでいこうと思います。そんなん使ってもね何の効果もないんで、この流れを舞い込ませたいと思います。デブカスタム、よしビリいる、よしいやビリでいきましょう。決めました。いくぜ。頼むよ。さあ回れば当たりです。ボタンの色普通だけどチャンスアップだからいける。カモン頼む。なんでだ。おまけって何おまけとかあんの。え、当たったけどもしかして転落してたこれ。え、ボタンないんかい。しかしあ、これもしかしてこれ当たったけど転落したやつでしょこれ。そんなことある。母さん僕はなぜこんなに引き弱で生まれてしまったのでしょうか。持ち玉だけはいきます。さあ先を見なかったのにこのターンで赤ホールになりました。よし7点あるでマジであるで。7点、これはある。なきゃダメ。ありがとう。1パーはなし。続けてよかった久保式。頼むぜ。まあ、さ流れで行ったのは間違ってなかったの。デブカスだったのがいけなかったんでしょうかお母ちゃん。ハイライブな感じのメガカスタム。さあ魂入れろ。来い。よしビリいる。しかもさっきドンちゃんいなかったのよ。ドンちゃんで行こう。さあ決めるぜ。決める。もうこれが一番面白いんだから。いくぜ。多分2連なのよ。え、真ん中から。え、これ真ん中からじゃなくて。え、これ当たりだろ。斜めだもん。モロタ
いいぜ母ちゃん、俺はパチンカス、全てをここにかける。カモン。え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、母ちゃん、母ちゃん、またおまけ。そんなことある？母ちゃん、なんでこんなに引きはなんでしょうか。すっごい変な汗出てます。おお、氷来た、氷来た、氷のバイブ7点。ガーッ、何、おおおお、7点で、よし、まあいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。7がいいです、7がいいです、7がいいんですけど、7の7どこ行った。どこ行った。決めるんだ、7カモン、よっしゃ。まだ終わってねえぞ。さあ決めます、よし、出たがってる。いやない、 B にはない、でももう B には信じない、弥生しか信じない。いやいやいや、やっぱりね、どんちゃんで決めたい。さっき中右で外れてるから、冗談とかかな。はい、やっぱ真ん中なのか、中段ラインを厚い、見倒し、いやー同じパターン、頼む頼む、マジ頼む、マジ頼む、こっち4回目、そろそろいいだろう。なんでだ、なんだこれ。え、おまけは、おまけ、さすがにない。ハンドルを左に戻ってくれ。え、俺ラッキードリが入れてんだよ多分2回。これ俺寝台の時に出したの奇跡だな。ここでついに全飲まれです。うわー、どうしてこうなった、どうしよう、みんなどんだけ引き弱いの。こんな引き弱ある？ラッキートリガー入ってんのに、そのラッキートリガーのうちの、え、入ってないのかな。あのおまけは何？分かる人コメントちょうだい。俺ラッキートリガー引いてて転落引いてたみたいな感じになったらショックなんですけど。4回もらって 2.2 分の1引けてないってこと？母さんすいません、僕はパチンカスをしての才能がないみたいです。どうしよう、母ちゃん、俺ダメかも今日も。まだね、3万6000円です。まだ諦めちゃいけない、そう思って次の台がラストかなと思ってます。今一瞬見てきたらスロットにはいい台なかったっす。こっから3万発よ。何打てばいいんだ。本当に言えば望郷星でもいい、夢のあるライダーでもいい、ただ狙うにはメガカスらしくいかなきゃダメかなと思ってる。ここに入れて、ここに入れて、ここに入れて、ここを作り抜けて、ここに入れば約10分の1。さあ最後はメガカスらしく勝つ、これに限ると思ってます。頼むぞエゴン、ヤバそうだったら、ヤバそうだったら別な3位置でいきます。上当たったんだけど、え、こっちの3位置、ちょっと待って、3が当たったんだけど、ほら、トマコを倒せ。ほら319の2分の1、2回転の 9.9 分の1がやれます。みんな、俺今日ここだと思う。さあ、投資の方がちょうどいい、4万円。2回転のうちに 9.9 分の1が当たれば僕の今日の勝ちだと思ってます。絶対に決める。父ちゃんと母ちゃんがこれ座れって言って、お前にはエゴンしかないってそう言ったんだと思ってる。母ちゃん、父ちゃん、ありがとう。ゴー、さあこれ、これで1プラ1です。ドラゴン赤ならチャンス、緑ドラゴンが現れた、大丈夫、
赤でも胃がねえからいつも。やばい。玉の色、緑以外のチャンス。俺の319コシュパー。よし赤、激アツ。オーガン、激アツある。なきゃおかしい。行くよ。カモン。え？いや、これ激アツよ。赤玉。赤玉知ったるだよこれ。ねえ、復活あるよこれ。ある。ある。カモン、王女様。はい。次も頑張ってね。そりゃねえよ、英語。いけ、よし、いった。うわ、一番強い敵。ドラゴンが現れた。ダメか、オレンジ。うわ、奇跡9.9 よ。奇跡、何かの間違いないよな。復活もなし。ただ回らなくはなる。皆さん、お金がもう万札なくなったんで、ここからは千円札使わせてください。いけ、いけ、よし。めっちゃいいな。くぜー。あかん、うわ、終わった。おっ、9分の1。そろそろ引きたい。うわ、敵の攻撃が強いだよな。いや、復活でエーゴン君か姫様ある。復活でエーゴン姫様。さあ3連敗。ドラゴンじゃもう無理やん。もう知らないです、母さん。ここまで来たらもう同じです。あの6枚目、もうこれ最後、最後、もうこれ以上に使っても10万円は回収できないと思うんで、いきます。ちょっと待って、319チャレンジボーナス4で当たったから多分何もなし。マジか、なんもないよね。50%取れ、うん、もうあと残り50円どこ。もう無理です。負けたのは自分のせい。実戦終了です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。父ちゃんと母ちゃんに喜んでもらえて、とってもなんかあったかい気持ちになって、パチンカスでも親孝行できるんだぞっていうところを見せたんですけれども、一回も確変取れなかった。なんだよこの動画、ただの旅動画じゃねえかよな。見てるみんなにとっちゃ、今回はね、パチンカスの恩返しをしたい、そう思って企画したんですけれども、やっぱり、ね、やっぱ俺のこれは生き様を届けるテレビなんですよ、この YouTube は。僕の日常も全てお届けしようっていうね、1年に1回こんなことがあってもいいじゃないかって思った企画なんですけれども、気づいてみたら、まあ、旅行代入れてね、全部入れると16万かかってるっていうね。ありえないでしょ。ありえない。どうすりゃいいんだよ俺。笑えてくるよ逆に。
ぜひ皆様も金沢に遊びに行ってはいかがでしょうか。いろいろ復興とかいろいろありましたけれども、金沢市内をむちゃくちゃもう観光客の人がたくさんいて、いい環境でしたね。そういったところにもお金を落とすことが、こう復興とか、その地域の方に使われるっていうことを考えたら、ポジティブに言えるんじゃないでしょうか。パチンカスが少しは経済回したと思ったら、プラスになれるんじゃないでしょうか。いろいろ複雑な気持ちだけど、父ちゃんと母ちゃんが元気なうちに親孝行できてよかったです。一年に一回ぐらい、こういう疑惑を作ろうと思います。ミスマドないパチンコ動画で申し訳ありませんでした。それではまた、今日の動画、ちょっとでもいいぞと思ったらチャンネル登録と高評価、コメント、よろしくお願いします。来店スケジュールの方がこちら。ぜひ皆様、こんなメガカスですけど、会いに来てください。よろしくお願いします。それではまた。